端っこです。マインクラフトに 3D の可愛い装飾雑貨や家具、豊富な建材を追加するモッドであるミニアチュリアモッド。しかし、このモッドの強みはミニチュリハンマーというツールを使ったその独特な建築方法にあります。この動画シリーズでは、ハンマーでブロックの位置をずらして建築する技を紹介していきます。前回もミニチュリ建築に今すぐ役立つ小技を5つ紹介していますので、まだ見てない方はぜひチェックしてね。今回は棒に関する小技というか特徴紹介をやっていくよ。それじゃあ見ていきましょう。木材タブの中にある細い棒の使い方とパーゴラの作り方をご紹介します。この細い棒、基本的には横につながらないウッドフェンスみたいなものです。さらに、ウッドフェンスとの違いは横向きにも置けることですね。その上、ミニチュリハンマーで縦棒を右クリックすると横棒とつながる部分が出てきます。ところで、横棒をミニチュリハンマーで右クリックすると、設置する高さを2種類選べるんです。それに応じて、縦棒の接続部の位置も変えることができます。変える方法は、ハンマー左クリックで、棒自体の向きを逆さにすることです。ちょこっとわかりづらいかもですが、ハンマーで叩いてればなんとかなると思います。では、いよいよ、パーゴラを作ってみましょう。パーゴラというのは、植物を絡ませて日よけにするための棚のことですね。その名もパーゴラ部品というこの木組みを横向きに並べます。この木組みの特徴は、下に細い縦棒が来た時だけ延長部分が出てくることです。もう一つの特徴は、延長部分が伸びている時にミニチュリハンマーで右クリックすると斜めの支え棒が出てくることです。クリックし続けると材質も変わります。これらの特徴を把握しておけばパーゴラ作りも簡単。では実際に作ってみますね。水平部分を伸ばすときは、細い棒でも、木組みの連続でも、どちらでもいけます。木組みの場合、向きはどちらからでも OK。パーゴラの中間部分に柱を立てたいときは、その上の横棒を木組みにすればつながります。以上が細い棒の基本的な使い方ですね。あとは自由な形をいろいろ試してみてください。木材の棒シリーズをご紹介します。縦が2種類、横が2種類。まず、壁にもなる縦の棒です。ハンマー左右クリックで種類を変えることができます。また、つなげると壁になります。バニラでいうところの石壁とほぼ同じですね。こっちの縦棒は形が同じですが、設置位置と挙動が異なります。説明が難しいんですが、要はブロック内でずらしておけて、そのパターンは全部で16もあるんです。置けないのは中央だけで、その中央をさっき紹介した石壁タイプがカバーしてるんですね。ミニチュリハンマーの左右クリックで設置位置を選んでください。続いて横棒です。若干太い方は建物の梁などに使う用途で作られたものです。ハンマー右クリックで水平位置を、左クリックで垂直位置を変更できます。若干細い方は壁に貼り付ける用途の棒です。こちらはハンマー右クリックで奥に1ブロック分押し込めます。左クリックで上下を選べます。また、横に繋いで伸ばしていくことができます。曲がり角もうまくくっつくよ。
では棒を使った代表的な技の一つ、壁にフレームをつける技をご紹介。まず2つ目に紹介した16パターンの縦棒をこのように壁の角っこに設置します。狙った位置にうまく出てくれるので、ここではハンマーは必要ないですね。次に最後に紹介した細めの横棒をくっつけていきます。後でハンマーで押し込めるので、とりあえず置けるところに置いていきましょう。そしてハンマーミニクリックで押し込みます。角っこにも設置。曲がり角は階段ブロックと同じように向きを変えておけば変形してくれます。あとはこの繰り返しで壁に枠をつけていきましょう。民家の建築などで役立つ技ですね。コツとしては、先に縦棒をつけた後でずらせる横棒を後からつけていくことです。お次も棒を使った技です。16パターンずらせる縦棒。これだけのパターンで置けるということは、設置するマス目を変えても同じ位置に置ける場合があるっていうことです。例えばこんな風に障害物がある壁があったとしましょう。ここに一直線に縦棒をつなげておくこともできるんです。このように奥向きを変えても柱の同じ位置をキープできていますよね。障害物を避けておいても見た目上同じ位置に出すことができる。そんな便利な縦棒なんです。ついでにこの技もご紹介。このように壁の角っこがどっちも埋まっている場合、壁に向かってではなく壁から離れたこの部分に棒を置いて伸ばしていけば、壁の角っこに設置しているように見せかけることができますよ。木材の太い棒シリーズ全部の挙動を説明するよ。最初の掛け棒2つについては技ナンバー2での説明を見てね。これは縦棒と横棒の接続パーツ。面白い挙動をするよ。こっちはハーフと縦棒の合成ブロック。柱付きの床を作る時などに使います。そして横棒ですね。説明は技ナンバー2を見てね。ではまず縦と横のシンプルなつなぎ方を見てみましょう。柱がブロックの中央から縦に伸びているとき、接続パーツをこのように設置します。すると横棒はすんなりつながってくれますね。そのまま上へ伸ばすこともできます。お次はずれた縦棒。この場合、接続パーツもずれておけて、水平部分も自動的に調整されます。上に伸ばすこともできます。横棒もずれた分に合わせてずらしておけますね。ではここからハンマーでさらにずらしていくとどうなるか。縦棒のずれた位置に合わせて接続部分もずれてくれます。水平位置だけは融通が効きません。さらにずらしてみましょう。ずれる順番が各パーツごとに合わさっているので、全体をうまい具合にずらせるんです。最後に斜め棒もつけてみましょう。斜め棒は中央位置にしか対応していないので、全体をずらした場合にはうまくつけられないので注意。
石壁風の縦棒の時だけ中央なので、このように支えに使えます。状況に応じてハンマーミニクリックでつける位置を微調整してください。もう少し補足すると、なぜ斜め棒が微妙にずれる仕様なのか。ずれる縦棒の時でも石壁と同じように中央にある場合には斜め棒をつけられるんです。でも隙間が空いちゃう。この隙間をちょうど埋められるようにずれる仕組みなんですよ。斜め棒はハンマー左クリックを使って向きを変えれば上につけることもできますよ。次はハーフブロックのついた縦棒。これは縦棒はずれるけれど、ハーフは一定位置をキープするという性質があります。縦棒の位置を指定するのが難しいと思うんですが、ハンマーを利用して調整することをお勧めします。このブロックの基本的な使い道としては、このようにハーフで作る床や天井に柱をつけるときに便利ですね。ウッドデッキのようなものを作ってみましょう。これのメリットは、ハーフなのに植え付きになっているので、その床の上にはフェンスなどを直接置けるということです。でも、このように床に均等に並べていくのはちょっと難しいです。隣のハーフに向けて設置しちゃうと、縦棒の位置が奥にずれてしまうからです。こういう場合は、やっぱり出したい位置に棒が出るまでミニチュリハンマーで何度も叩くのが一番手っ取り早いかもですね。以上、棒技でした。最後は縦ハーフと縦棒を使った小技を紹介します。どの種類のミニチュリ建材にも大抵入っている縦ハーフ。まずは基本的な挙動から。曲がり角はこのようにつながります。反対方向に曲げてもうまくつながってくれます。そして意外と知られていない特徴、ミニチュリハンマーで右クリックするとブロックの厚みが薄くなるんです。薄くなったブロックはマウスホイールのクリックで手に持って連続して設置することもできるので便利。この薄さはハーフのさらにハーフというわけじゃありません。それよりも薄くて、ちょうどトラップドアと同じ厚さにしてあります。これには理由があります。お城などを作るときにアーチブロックを使わずに、クラフターさんたちがバニラブロックだけで作ってきたこの伝統的なアーチ、これをミニチュリの豊富な建材の全てで作れるようにするためなんです。この場合、綺麗なアーチの弧を描くにはハーフのハーフでは厚みがありすぎるんです。トラップドアが絶妙にちょうどいい厚さなんですよね。マイクラすごい。ミニチュリ建材には薄い水平の板も大体各種類に入っています。なのでそれぞれの建材テクスチャのトラップドアを改めて入れるより、縦ハーフが薄くなるってした方が効率いいんです。もっと設計上のお話なんですけどね。ではここからが小技です。ずらしておける縦棒を取ります。それを薄い壁の外側の面から壁に貼り付けてみてください。するとどうでしょう。なんと縦棒が壁をはみ出して見えるんです。壁がハーフのハーフではなくて、トラップドアの厚みだからこその結果なんです。このはみ出しを建築装飾に生かすと面白いかもしれません。ちなみに私はミニ縦パート3の水門でこの技を使っていますよ。参考にしてみてくださいね。ほい。というわけで、棒シリーズいかがでしたか？ためになった技があればコメント欄で教えていただけるとありがたいです。今後の技紹介の参考にさせていただきます。マイクラ Java 版 1.12.2 で遊べる環境なら、皆さんもぜひミニチュリモッドで建築を試してみてくださいね。ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。